こんにちは、柴田です。今日はマルチエフェクター毛嫌いしていませんかというような感じの動画です。もともとですね、僕も実はマルチエフェクター反対派の人間でした。なのでこうやってマルチエフェクターの動画をたくさん出してますけれども、実はマルチエフェクターを使い始めたのはこの YouTube を始めてからと言ってもいいぐらいな感じです。実際には高校生の時使用していたんですけれども、まあもう24、5年前ですね。でそこから20年以上の時を経てマルチエフェクターを使い始めたのがここ2、3年な感じです。なんでマルチエフェクターを使用していなかったかっていうところと、なぜマルチエフェクターをこんなに使用し始めたかっていうところのですね、お話をさせていただきたいなと思います。僕が使用していた当時、まあ17歳ぐらいの時ですかね。もう今から25年も前の話なんですけれども、まあ当時ですね、まあズームだったりコルグだったりとかで結構割安なマルチエフェクターが出始めてる頃ですね。まあその時に便乗して購入したんですけれども、まあ、当時はですね、マルチエフェクターにモニターがなかったんですよね。これ液晶ですよね。これで言うとこういうところ。がなくて、まあ、ぶっちゃけ何操作してるのかもわかんないんで、まあ、気まぐれでできたバンクをこうしてもうこれでいいやみたいな感じでやったりとかしてて、もう何が何だか操作方法がよくわかんなかったですね。で音もね良くなかったです。本当歪みとかはすごい顕著に出てて、ボスのコンパクトエフェクターの歪みとマルチエフェクターの歪みとかを比べると、もう本当になんかなんだろうね、もう全然違うんですよ。笑けてきちゃうぐらいもう全然違くて、もうほんとただでさえ演奏下手なのに音も下手くそみたいな感じで、もう手に負えなかったですね。まあそういうこともあってですね、もうマルチエフェクターはその17歳の時からもうずっと使用しないで封印しているような状態でした。なので僕が現役でバンドやってる時もコンパクトエフェクター並べて、あとラックのシステムでやってましたね。まあ、このチャンネルは同世代の方も見てくれてるので、ああわかるっていう風な感じの方結構いると思います。なのでまあ高校生ぐらいの時にマルチエフェクター買って、あまりにも良くなくて、もうそのイメージがずっと続いて40歳ぐらいになっちゃいましたみたいな感じの人たくさんいると思うんですけれども、今は違うよっていうことをですね、僕はお伝えさせていただきたいと思います。ネットでマルチエフェクターのデメリットっていうものを検索してると、まずですね、操作が複雑。うん、まあ、確かにねっていう感じではありますが、今はですね、操作が、まあ、複雑っちゃ複雑ですけど、ちゃんと液晶がついてるので見えますよ。昔に比べると、昔はね、なんかこんなん1個ついて数字1個だけが出てくるみたいな感じのモニターだったんですけれども、今はもうちゃんと見える化されていて、しっかりとつまみとかも見えるようになってます。こうやって飛び出してて何をいじってるかっていうのはすぐわかりますね。なので操作は複雑だけれども、わかりやすくなっているというところでしょうかね。でデメリットの2つ目がですね、音作りに限界がある。うん、まあね、まあ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 、まあこれに関してはですね、コンパクトエフェクターもまあ一緒かなとは思うんですけれども、まあ今はですね、マルチ1台で完結させるような感じではないです。マルチプラス自分の好きな歪みとか自分の好きなペダルとかいうところを組み合わせれるので、まあ音作りに限界があるっていうのは、まあそんなに気にはなんないかなって思いますね。でデメリットその3、故障ですね。故障したら、まあ、例えばライブの時にマルチエフェクター1台持って行って、それが故障したらもうアンプ直になっちゃうよっていう話ですよね。まあ確かにありますね、そのリスク。でもみたいな感じで、まあマルチエフェクターじゃなくても壊れるものは壊れるんですけれども、まあ、ちなみにですね、僕の場合はスタジオ行く時とかも一応エフェクター2つ持っていきますね。マルチエフェクター2台持っていくようにしております。でデメリットその4、音が良くないということですね。まあこれはね、好みがあるんですけれども、今はですね結構しっかりとしたモデリングが入ってるので、
僕的には全然気にならないですね。マルチエフェクターで十分な感じではあるんですけれども、まあでもね、上を目指す方だったり耳が肥えてる方にとっては物足りないなっていう感じがするかもしれないですね。という感じでデメリットはまああるんですけれども、なぜ僕がマルチエフェクターを使用するようになったかというお話をさせていただきたいと思います。まあ20年間ですね、全然マルチエフェクターに触れてなかった僕が20年ぶりに買ったマルチエフェクターがこれなんですけれども、 Zoom の MS50G ですね。たくさん動画撮らせていただいておりますが、まあ、これをですね購入したのがまあ3年ほど前、まあ、ぶっちゃけですね、最初はリバーブとディレイだけが鳴らせればいいかなっていうぐらいに思ってました。もともとですね、Zoom のマルチエフェクターは使用したことがあって、正直いいイメージはなかったんですけれども、空間系に関しては使えるなっていうのだけはなんかちょっと頭に残ってたんですよね。まあリバーブとかディレイとか結構単体で買ってると高くつくので、まあなんかいいのないかなと思って、でしかもちょっと小さめで音色がそれなりに入っているものっていうところで、これを選んだんですけれども、使ってみるとですね、めちゃめちゃいいんですよ。それにびっくりしちゃって、もちろんですね空間系は良かったんですが、歪みもアンプのモデリングも非常に良かったんですよ。で結構驚愕したぐらいに驚いちゃって、今のマルチこんないいのみたいなのが最初のイメージですね。もともとのイメージはこのコーラご存知ですか？これはですね、Zoom の9000、2000年ぐらいに発売されたものらしいんですけれども、これがですね今使うとほんとびっくりします。めちゃめちゃ音悪いんですよ。もうそれと比べたらもう全然格段に、もうこんな雲泥の差があるぐらいに非常にいいエフェクターです。まあ、この MS50G を使用し始めてからマルチにどっぷりハマった感じですね。もともとマルチエフェクターに対してのトラウマっていうものは結構あったので、僕と同じようにお持ちの方もいると思うんですけれども、今のマルチエフェクターは昔のマルチエフェクターと一切違いますっていうふうなところをですね、まずご理解いただきたいなと思います。まあマルチエフェクターを毛嫌いしている人の理由の大半は操作がめんどくさいっていうところと音が悪い、この2つだと思うんですね。でこの2つはですね今ほぼほぼ解消されております。まあ先ほどもお伝えさせていただいたんですけれども、まずはですね液晶があるっていうところと、あとボスとかにはですねイージーモードついていて、非常に簡単に音作りができるような設定になっております。 Zoom のマルチエフェクターに関しましては、コンパクトエフェクターがこう並んでるような感じのモニターになってます。なので今どれを踏んでるかっていうのとかもすぐ一目でわかりますね。なので操作で昔ほど悩むことはないです。でもう一つ音ですね。音に関してはですね、もうぜひぜひですね一回使ってみてください。もう一発で納得すると思います。昔のこういったマルチエフェクターとは全然違くて、かなりいい音がしますので、これはですね一度楽器屋さんに行って試奏してみてください。でしかもですね、最近のマルチエフェクターはバージョンがアップできるので、新たなエフェクトを追加していけるというメリットもございます。なので常に進化し続けていると思っていただいても大丈夫です。で最後にですね、僕がマルチエフェクターを使用する中で一番メリットになってるなと思うところをお伝えさせていただきたいと思うんですけれども、それはですねこのモデリング、これに入っているエフェクターのモデリング、アンプのモデリング、これのですね質が非常に高くなってきていて、でしかも何をモデルにしてるかっていうのがもう一発で分かるような絵面になっております。使ってみたいなと思っていたエフェクトなんかをこの体感できるというか、シミュレーションできる、実際にこんな感じなのかっていうのをですね体感もできるという素晴らしさもありますね。まずモデリングを使ってみて、あ、こういう音なんだ、こういうニュアンスだったんだっていうのをですね理解した上で、お、実際の実機も買ってみようかなみたいな感じで
シミュレーションしていただくことも可能です。というのが僕の中で結構でかいかなと思ってます。まあ、もちろんマルチエフェクターはデメリットもあるんですけれども、まあ、僕はですね、そのデメリットを上回るメリットがあると思ったからこそここまで使用しているという感じですね。もし毛嫌いしている方がいらっしゃいましたら、今現在のマルチエフェクターをぜひぜひ一つ購入してみてはいかがでしょうか。入り口はこれが一番いいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。